お疲れ様です。ただいま、おそばんとかとちゃんのところから帰ってきました。今日の晩ご飯は、冷凍のやみつきネギ塩チャーハンと、あと、これ見えるかな？非売品、サンプルでいただいた、まるちゃん製麺2食と、あと納豆食べまーす。で、さっき何人かにはコメントあげたんですけど、実は、動画、カドちゃんが来ないっていう動画アップしたじゃないですか。その動画をアップしてる間に、カドちゃん走ってきてくれました。で、もう急いでカリカリ、またね、AIM30 とスマックのブレンドあげて、で、チュールなんですけど、明日自分早番でもう早く寝ないとっていう焦りがあるんで、もうね、総合栄養のチュールとダイソーチュール、2本もまとめて入れちゃいました。では、で、加藤ちゃんね、そっぽどお腹すいたんでしょうね。いつもね、多くあげると残しちゃうんですよ、加藤ちゃん。それ知ってたんで、今日いつも通りの量をあげたら完食してくれました。嬉しかったです。よいしょ。ではレンジで1分間チンします。よいしょ。で、その間に、納豆、いつもね、納豆先に食べちゃってんですよね、俺。だから食べてる動画とかあげてないんですけど、今日も時間ないんで、もう一緒に食べちゃいます。そう、明日は早番で、明日俺一人なんですよ。まあ明日は2番手の方が10時に来てくれるんで。でね、今日ね、嬉しいことがあって、俺の動画、登録してくれてるパートのおじさんがいるんですよ。で、そのおじさんに、昨日、加藤ちゃんに会えなかったと、遅番で残業だったからって言ったんですね。そしたら、林さん、もし時間が終わんなかったら僕がやるってあげるから、加藤ちゃんにご飯あげに行ってって言ってくれました。きっとね、だから加藤ちゃん今日ね、来てくれたんですよ。お、できた。疲れた。よいしょっと。ではソースじゃねえや、液体のスープ入れます。疲れた。本当にね、うちの店はね、暇な日がない。で、お盆でしょ、今日から。もう疲れる、本当に。できた。よいしょ。まあこんだけ食えばとりあえず腹持つべ。あたずす。今日の晩ご飯は冷凍のやみつきネギ塩チャーハンと、あとサンプルでもらったまるちゃん製麺と、あと納豆です。ではいただきます。